あのソニーのねジャンクションのある近くにね、どうも筋の悪い人たちがやってるゴミの処理場がある。あんなものね、なんで整理できないんですか。これね、横浜市の問題なんだろうけどね、神奈川県の問題であるしね、恥ずかしい、あんなとこへあのゴミ屋になって、しかもあれ創価学会のあれだな、金庫が捨てられてあん中に2億円とか入ったんだ、そうだよ。